昔台湾に強いプロっていたよな。チーハイのこともうやってないよね。うん、LOL やってる。ああそうなんだ。はい、チーハイですよ。じゃがき PP5500 ぐらいあったからな、あの人。ゲーマビー G パイ、あ、G パイ、あ、もうやめちゃったらしいね。強かったね。あのベガの人はやめちゃったの。あれベガの人、今キャミに変わった。変わった、キャラ変えたんだ。おお、ラッキーな。お、なんか台湾じゃ結構 LOL 盛り上がってる。優勝したよね。超盛り上がる。台湾が優勝したの。世界大会かな。へえ、マジで。賞金100万ドル。100万ドルっつったらだって1億円だよね。そう。それを何人チーム？4人チームで。5人でしょ。5人ですけど、あとコーチとコーチがある。コーチも。あ、コーチ。うん、コーチ。ああ、コーチもいるんだ。コーチと監督。あのゲームはコーチがないとダメです。1億格ゲーもね、それぐらいの賞金出るようになったらいいね。そうですね。あれじゃないよ。ライジン、うわ、こういう時ほい、お、難しい。じゃあ、めんどくさかったでしょ。そう、その時ゲームアビー、そう、なんか自分の習慣かな。でも大会だとああいうことやんないもんね、あんまり。そうですね、めんどくさがらずにないですよ。そう、大会の時はあまりしない。じゃあこれ、あのウォーミングアップ、ウォームアップだから。これじゃあ、これトーナメント、もういっちゃう、もう大丈夫、ウォームアップできた、調子いい。まあ大丈夫だろう、コンディション。今日はもうやっているの、ネオ対戦で。あ、もうやってる。うん、結構やった。あ、じゃあもうトーナメントとりあえず行きますか。行きますか。どうやって。あ、これそう、クリエイト、クリエイト、カタカナ読めんの。そうですね、読めるけど、じゃあ8人制、うん、じゃあ8人、まずは4号組から。4号組は分かる。分かんねえよ。4組、4号組、4号組、分かんない。4と5、45じゃん、うん、4500から上の人。そう、はい、おー、それが4号組。なるほど。お、 KOG フォーク、ポイントを見てみましょう。あれはKOG ですか。そう、これは KOG さんですね。上からホーク、はい、ホーク、バイソン、はい、あ、ボクサーね、ボクサー、ボクサー、ボクサーで、あれ、ヨロ、ヨロか。ヨロって誰。台湾のもう一人。あ、そうなんだ。オールドリバーがサガット、まあ結構いろいろ使うんだよね、うん、剣かな、剣かサガット、ハメロ、あれあれ、今の人誰だろう、はい、なんで、なんかちょっと消えてます。あれ、オールドリバーさん消えたな。消えたり消えなかったり。タクボン。あ、4-5。4-5じゃない人がいます。どうすか。OK。どうする。4-5。あ、4-5一勝。そう。とりあえず。じゃあこれはしょうがないですね。あ、でも3700。ごめんなさい。その方は。ごめんなさい。させていただきます。これですね。そうそうそう。ごめんなさい。もし入ってこなかったら、これは指示ですか。指示ですから。おー、ああ、これはある、これある。ヨロさん、超回線相性悪いけど。ヨロさん。ああ、ヨロ。黄色。ごめんなさい。弟子には厳しい。ごめんなさい。ごめんなさい。さあ。やっぱゲーマー B が出るってなってね、結構みんな、タコボン強そう。4450だが、どうする。まあ、いいか。ギリギリでしょうね。ギリギリでしょう。あれ？あれ？なんか大丈夫、一人抜けたな多分。え？抜けたな、本当に？音があるみたい。うん、あ、本当だ。あの人入れない人が入れなかったんだな。回線相性悪かった。あ、そうかもしれん。これですね。じゃあ、やっぱ緑じゃないとね。台湾だったら台湾同士、はい、あの台湾同士だったら緑なの。そうですね。結構いいよ。いい。いいですね。でも彼は、台湾で一番南のところで住んでいるんですか、日本とヨロ、もっと高尾、高尾だ、高尾のちょっと東のところ、ゲームは台北じゃん、そう、台北ホンダか、めんどくさいねさ、ホンダはそうだね、
おお、本田大嫌いだよね。あの巡りの空中戦ルール、やっぱり本田厳しいの。厳しいですね、ゲーマー B だと。そうですね、あ、ゲーマー B っていうか、一生懸命でも勝てないもん。あ、そうなんだ。あんまりトーナメントで本田に勝ってんの見たことないから、うん、ずっと負けてる。あんまりいないからな。マイクロスですね、本当に。うまい。おお、かくった。デスケイ。マイクロスうまいよね、でもアドオン戦。うん、読み合いも強いし、安定感が。ここが見えねえ。表か、はい。レパス。あー、めぐり。あったー。お。ここから祭りです。来た。おお、表行くんだ。まあ、大丈夫だろう。体力リード。これは大丈夫だ。あったでも攻めてたよ。めっちゃ攻めてた。へえ。日本来るとすごい回線のさ、ネットワークいいから。はい、そうですね。いっぱい練習できる。楽しいでしょ。楽しいですね。うん。このゲームもう。やっている人が、ね、多いもんね、うん、それが一番ですね、まあ、東京にいるならどうしたまに対して行くもいいですね、うん、ね、近いしね、そうレベルも高いし。対戦も行った、今回は行ったけど、うん、誰もいない。誰もいない、いや、ほとんど日替わりみたいな、2、3万くらいで。ですから強い人あんまいなかった。知り合いの人もないし。じゃあ今度行くとき言って、俺が確か明日しようかな。うん、明日は木曜日。木曜日です。そう、明日は木曜日。でも明日俺行こうかなってちょっと思ってるけど、ゲマビーも一緒に行く。うん、でもなんか最近は西セガの方が。あ、そうなの。人気みたい。へえ、それはなんでだろう。レバーとボタンの調子がメンテナンス、うん、台東ステーションもいい時はいいよ。どっちでも同じでしょうね。そう、あんまりそういうこと言わない方がいい。あの、分かりました。俺より事情通。山見さんの番ですよ。あ、分かりました。え、そんなに早いよ。ガイルでございます。ガイルか、これは有利ですね。でも負けるなら面目ない。面目ない、面目ない。確かに面目ないですね。そう、よ、ただまあこの強いの人はブルーエンブレム、この人強いよ。でもガール戦うまいでしょ。ゲーマー B 得意けど、でも習慣がつかまれたら難しい。癖つかまれたのね。そうですね。お、先飛び、うわ、おきついかこれ。うわー、こすいなあれ、投げこすらざるを得ないもんな、ガイル。おお、ここから。あ、おわ、投げか。まあ、ちょっとこの体力差は分かるのが難しいですね。おっ、と言っておきながらストレート2回で変わった。おあお、あ、ここはしょうがないな。大パンチ大パンチつながるからな。これうまいな、ゲーマー B 連勝ですから、うん、結構ね、ソニック見てから、ね、テイクジャガー技術の6つ、これができるなら、うん、まあ、ガイル戦は結構有利だよね。有利ですね。ほう、でも練習しようかな。はい、あれ、あら、ジャンプじゃないよ。緊張してる。そうですね。お、うわぁ、勝ったか。これはわかんない。 あれ、ガイルめくりちょっと薄いんだよ、気をつけて。珍しい。しかし体力は大幅リードからの、ドンガエルいいな。回戦突破です。さすがですね。1回戦優勝しちゃう。2回戦はしかしホンダですので、ホンダお注意ください。ホンダの次はルーファスか、そうですね、フォークか。これすごい試合だな。インコ3対これは KOG さん、面白そうじゃないですか。面白いよ、これ面白いよ。面白そう。ゲマビちょっと興奮しちゃった。面白そうだな。どっちが勝つと思う、キャラクターだったら。
どっちが有利、まあ、ホークの方がきついですか、うん、え、そうなんだ、うん、超きつい、結構きつい。ルーファス有利、ルーファスは多分5分かな、5分、あ、アドン、あ、アドンでってことか、あ、なるほど、なるほど、あ、そう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 、 これはこの組み合わせはどっちが勝つのかね、俺どうなんだろうな、俺相性的に、相性的にはこっちの方が、まあなんかルーファス勝つそうだよね、いけんのかなっていう感じしちゃうけど、こっちはコージですよ、そう、そうなんですよ何やってくるか分かりませんそうです、台湾でも有名、有名よ、有名、一番強いのを通してくるのフォークですよね、そう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 、何やってくるか分かんないんだよ、さっきのマイストの数尋常じゃない、おお、来た、穴あるある、くるくるうわ、しかも結構今うまいことやったね、おいちょおいちょおいちょ、あ、うまい、え、ちょっと瞬間、あ、詐欺ミスった、タチコパン詐欺なんてできるんだ、さっきやってたな、コンドルスパイア結構引っかかりまくってんな、気づいたら体力リード、あれ、うん、結構多いからな、うわーやる、これはしかしインコさんもぐるぐる、ここはどうする、あれれれれれ、バックステ慎重だな、でも絶対技は振ってますよ、熱いよこれ、ああいうし OK、 バンとかする、あーうわー惜しい、一瞬早ければ、ホークはねユン持ってても関係ねえからな、ユンホークは相当きつい、なんかこの前で大阪いた時で、あ、そっか、コチーさんで本人見ました、あ、そうだった、ちょっと意外ですね、意外、あのホーク使ってなさそうそうですね、こういう人って思わなかったです、へぇ、もど真面目な人これ真面目じゃないみたいじゃないかちょっと日本語もうちょい勉強してこなきゃでもね結構好青年、そうね真面目な人だから面白い、そう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 、礼儀正しい人ですよ、おさあ1-1ですカウント、おいおうまいね、あトマホ、あートマホ、トマホ、お安定、安定、ジャック安定、安定だな、おわあ、いや痛いな、痛いよ、ちょこちょこ、まだ2ケージがある、コパンで暴れる暴れる、うわわかんないよこれ、わかんないよ、今のきついね、今のは絶対無理、きついだって一回もやってなかったもん、コマ投げ、そうそうそう、最後の最後であれか、最後の最後ですね、しかも相手、あ、3ゲージ一応溜まってなかったのか、溜まってる、溜まってるか、うん、溜めてる、まあ EX で溜まるか、ちょっとだけで、でも EX のアド、うん、いや溜まるもんね、そうそうそう、もうちょっと溜めるんですから、さあ、あれだよ、さあ出番、出番だよ、早いな、おにぎり解散は、そう、怖いよー、ホンダは、おにぎり名前にも書いてある通り百貫が多いから気をつけて、なるほど、あれ、え、ちょっと待って今大丈夫、いやいやいや、大丈夫、ないないだろう、ないだろう、お願いします、ごめん、さあもうグルコンは下ですか、さあさあ、そうですね、1はあんまりできないみたいな、1を使う組み合わせって何、竜、竜、サガト、ああ、あと、豪気、豪気、うん、あ、豪気もそうなんだ、そうそう、この3人ですね、ほったー、ほったー、うわー、マジか、うわ、あれ、うち、おいおいおい、体力リードは、OK、ないですね、ゲマミ、まだ1回も俺、こんなに勝ってるの見たことないから、どうしよう、ちょっと勝って、どうしよう、あれ、あれ頭がいいね、これおーさー、来た、甘えちゃダメよ、あー、ミスった、ダメか、グレイ、これ厳しいな、何やんだろう、うわっ、おう、逃げるですね、おお、これはいい勝負、まだ分かりません、ああ、やっちゃった、おお、しっかりバックして追っている、厳しい、頑張れ頑張れ、厳しいー垂直ジャンプが強いよな、
EX 使っていかないといけないのか。おかけた、いいね。おマジか、うまいよ。あれやられたらきついな。100巻きついな。100巻ライジングジャガーで返したいな。さあどうすこい。うわーバレた、バッタ、うっ、あれ、え、あ、そう、ちょっと後ろ下がってんだよ、ホンダ。お、あ、これはどうする。危ない、頑張れ、ある、ゲージはある、ゲージ、相手ゲージないから。来た。これはアバランチが当たる、当たるよ、ゲージあるから気をつけて。ここは、こっからがどうするか。お、ラッキー、おお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 、やる、ゲーマービー。今のはギリギリ溜まってない状況ですかね。ラッキーなー、これ、ほんと。ボンさん、今の溜まってます？溜まってない。ため？いい狙いでしたね。お、我慢強いな、これ。我慢強い。うわ、ムカついた。我慢強くねー。我慢強くねー。しかもゲージあったのに。そこはどうしても動きすると思いますけど。うん、横浜はアドン使いいたからな。あ、いたね。こうやってたかもしれん。アドン戦は。でもこの人横浜っていうか町田の人なんだね。っとっと、どっちかっていうと。あ、そうなんだ。うわー、バレてる。まだある、大丈夫大丈夫。またウルコンがある。こんな時のためにウルコンが用意されてある。そうですね。うん、しょ、あっ、まさしくそれを意図して作られたものでしょう。これは、おお、おあ、またまた、またスペースがある。おお、あ、やせやせ、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。ああ、出した、ダメだ。ハメオさん決勝進出です。いやー、厳しいな。厳しいですね。体力をリードされたら、うん、本当に厳しい、うん、ね、ちょっとね、どうやって体力維持するのか分かんないね、うん、いやー、ちょっと厳しいな。しかしこれは今残ってるメンツはホンダ、ティーホーク、バイソン。ひょっとするとハメオさん優勝するかもしれません。そう、あ、あり得る。残りホーク対ホンダはどうなんだろうね。だいぶホンダ有利じゃね、うん、いや、ちなみにバイソン戦、あ、バイソンはバイソン有利。バイソン有利よ。あ、そうなんだ。これはバイソン有利よ。で、ここで、これはこれは、この組み合わせ。いや、多分バイソン。バイソン有利な。あ、でも、体調がちょっと厳しいかもしれないな。うん、このバイソンの人、かなりうまいからな。うまいからね。しかし、それでも。それでも、これが、王子さん。うん。なら、あ、お前よ。うまいんだよ。お前よ。バイソン有利なのか、これ。こんなに対空できるのフォークはあんまり見ない、ね、いないね。あれだって無敵ないんでしょ。あ、ちょっとあるよ。 あるんだ。あるある、あるかな、うん、あの上半身無敵かなんかが、なるほど。ちゃんと対空でこれ打てる人は、はい、いいフォーク使いなんですよ。そうですね、なかなかいないんだけど。そもそもフォーク使い自体が最近もう全然見ないからな。おお、あったー、マジで。まだ空中にいなかった相手、今持続は2フレあるから。へぇ、狙っているね。狙ってるね。狙ってるよ。してますわ。今のうまいね。来たー。おおおおおおお。今の動きをするための最後のウルコンだったんだね。でむしろこの後のための布石かもしれない、今のは。おお、当たらず。あ、バイソン当たらず。さあ、え、あ、今回はね、勝利出ない。わあ、バレた。あ、あるからのどうなる。うわー、近づいてね。仕込んだのに。フォー、はいはい。ここから本堂スパイアありそう。これ投げくらいだね。おお、うまいわ。いい逃げ方。バックジャンプ大パンで落ち着いたか。おお、こういう、俺フォークとかさ、ザンギとかあんま使ったことないかわかんないんだけどさ、こういう投げを通すプランとかさ、どういう風に考えてんだろうね。なんか当たるからっつってやるようなもんじゃないじゃん。そうね。
駒投げペイロンの、いや俺あんま使わない、あれは違いますか。あれはちょっとあの駒投げですね、うん、初見殺しの時だけやる。初見殺しおお、初見殺しの連携だけ。この人はやっぱり前にかなりガンガン来るから行くね。強そう、相手は動きたくなっちゃうよな。なんか見えてくんのかね、なんかここは決まる、ここは決まんないだ。モンシャン、さあ、おー、はい、やる、決める。これはすごい組み合わせになりました。さあ、ね、ホーク VS ホンダ、そう、しかも今週の最強キャラ。これでももう一回後でやりますトーナメント。トーナメントで優勝したキャラクターが最強、今週の最強キャラという、なるほど、決定します。なるほど、最初はねキャミーとフェイロンでやってたんだけど、はい、だんだん一回バルドガになったから。まあ、バルゴも強いよね。でもあのキャラ強いね、結構強くなったよあのキャラ。さあ1週間最強。うん、ホンダが本当に座ってると終わっちゃうんじゃないかと俺は予想するんだけど、どうなんですかね。いやー、それぐらいね。いや、ちなみにね、大阪にもホンダ使いますから、うん、あ、そうなんですか。います。 2,3 人強い人がいたんじゃなかったかな。言うから、まあ、これスパス X だとこの組み合わせすごいですよ。あ、積んでる。そうですね。なんとこのあのゲーム15年目にしてホークが一生コパンを振り続けるという組み合わせに15年なってました。15年やり続けて出た結果、出た結果がそうそうそう、離れてコパンをピュピュピュって振り続けるという。そしたら積むの、積まない。あれだから基本的にほうがきついんじゃない。あ、それ以外それしかやることがないっていう、他がない、ないかな。さあ、しかしこれはちょっと目を離したうちに、お、どうなる。お、ジャンプダイバーやる。お、そう、空タイプ大事。お、マジでやる。あ、やる、まだあるよ、まだまだ。これ確かに厳しそうだね、せっかくのリードですけど。本当当たった。起死回生の、おお、通常投げ、おお、解除させてからのその前出し、そこ投げ抜ける、うわー、大キックやろうとしたのか。渋い技を、ジャンプダイバー超長い、あれ強いよな。おお、ステップ見てからバレてた。本当スパイア、さあこのままホークに決まってしまうか。ホンドルスパイア、どうなの、まだ分かりません。ホンドルスパイア、ホンドルスパイア、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 スパイア。あれノーマルだと結構攪拌あるから覚えてる、距離によって。さあ、おお、読んでる、おお、うめえ。さあ、まだ終わりません。まだね、あとワンチャンス、ワンチャン、コマ投げ1回待つ。お、そういうやり方。あ、わー、うわー、今のは無理、もうないです。さあ、今週の最強キャラはホークでした。ホークが、まさかのホークね。さあ、KOGさんおめでとうございます。おめでとう。やっぱり KOGさん偉い。いや、見てて面白いね。面白い、ね、面白い。ホーク使える台湾ある、一応いる、ある、一応ある、あるある、あるけど、まあここまで強くない。そうですね、うん、さあ優勝しました。これでもう一回、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、さて時間はですね、まだまだあるんですよ。アルカプとか、あ、アルカプやったことある。ボンちゃんが、ボンちゃんがここで